いですか。腕が鳴るぜ。なあ団長、いいだろう。その剣ほんのちょっとでいいから、俺に見せてくれよ。こんなガラクタを見て何が楽しいんだよ。七つの大罪の団長ともあろうものがずっと大切に持ち歩いてるんだぜ。気にならない方がおかしいって。団長にその気がないなら力ずくでもその剣を。よせば、俺を怒らせるな。怒る？団長が？団長が怒ったとこなんて一度も見たことないぜ。団長の怒るとこが見られるっていうなら、え？奪いたくなった。うんじゃ、行くぜ。さーて、やりますか。信じられない。俺が伝説に聞く七つの大罪。これでどうだ。七つの大罪。そっくりそのまま返して。団長の隠れた一面、新発見。悪いな、バン。この剣は死んでも話すわけにはいかねえんだ。団長と会えたのもしばらくぶりだったからな。この傷も久々にうずいてきたぜ。やっぱあいつにつけられた傷だけは。確かめてみましょう。君たちのおかげで娘が無事に帰ってきたんだ。生き返った。メリオダスの傷の時と同じだぜ。恥ずかしながら医者の私にも何が何だかさっぱりわからないんだ。こうして生きてるんだから、それでいいんじゃねえのか。じゃあ俺たちは行くぜ。話を聞きつけた聖騎士がこの町に乗り込んでこないとも限らない。そうか、気をつけて。それにしても私の身に起きた奇跡というのは、あのメリオダスという少年を看護するかのような現象と目に見える不思議な力が、計り知れない大きな意志の存在を感じ。
ろうぜ。バステをぶっ潰したんだ。王国、聖騎士側は警戒を強めてるはずだ。一旦リオネスを離れてから死者の都の噂を集めよう。止まれ。おうおう、噂をすりゃ早速検問か。我々は王国騎士だ。どうもどうも、検問。何やつ、我ら王国騎士にあだなそうと。わわわ、やべえよありゃ、ブラックハウンドだぜ。狙った相手には絶対背を向けず仕留めるかって、とんでもなく凶暴な怪物だ。そろそろ本気出すか。見るから雑魚だ。できて、いたずらをするみたいなんです。確かめてみるか。準備はできてんだろうな。なんだ、忘れ物。しっかり準備しとかねえと。ヘイ、ゴールだ。
この後蹴りつけるか、バン。王国の、私の確かに。片付けるか。ここが一番死者の都に近いって噂なんだよ。まずはキングと死者の都に関する情報集めだ。それと当面の飯で早速開店準備だ。団長も冗談きつい。こんなしけた村で何の情報が集まるってんだ。なわけねえか。やあ、バン。誰？お前。オイラが誰か、だって。そんなことも忘れたのかい？オイラのことは思い出せなくても自分の罪は覚えているだろう。自分の強欲を満たし永遠の命を手に入れるために命の泉の聖女を殺した。図星なんだね。だからお前は誰だっつーの。うんじゃ行くぜ。それじゃあ始めようか。やるね。ボス、先に逃がさない。ケンカならよそでやってくれ。これでどうだ。この程度で。これでどうだ。どこ見てるの。誰かわからねえチビに喧嘩ふっかけられてたんだよ。おーい、さっきから何騒いでんの。お、キング。あ
あれのどこがキングなんだ。もう若干痩せたか。若干じゃねえし、それ以前の問題だ。僕たちキングを探してたんだ。また会えて嬉しいよ。あんた言いたいね、あの話。森の門やったら神楽みたいに。明日神に。わしが昔見つけた男の子が空を飛んでるのを見たんだよ。本当だって。確かめてみましょう。あんたたちも死者の都に行きたいの？さっきの子も何度か聞いてきたんだ。死者の都にどうしても行きたいんだって。そんな偏僻なところにあるのか？うん、すぐそばだよ。死者の都への入り口はこの集落にあるんだ。いい子、死者の都はお墓じゃなくて死んだ人たちが住む国なんだって。あの世ってことか。何にも変えがたい死者との思い出が隣のおじいちゃんがよく言ってました。ありがとよ、十分な情報だ。準備はできてんだろうな。忘れ物ですか？そろそろ出発。しっかり準備しとかねえと。準備はできてんな。噂の神。準備はできてんだろうな。ちょっとも片付けるか。入り口はここら辺らしいの。見てください。間違いない、死者の都だ。あの中の誰かの思いがここへの道を。待て、オイラから逃げられると思ってる？つーねー、マジでキングなのだな。そう言ったろ。んじゃ遠慮なくぶん殴る。んじゃ、それじゃあ始めようか。させないよ。終わりだ。うわ、そっ、
そうやってよく君に小づかれたよね、昔はさ。その昔のお礼参りに俺たち、え、俺、オイラだってできるならこんな気持ちでバンと再会したくなかった。10年前王国って戻って目にしたの。七つの大罪で君と一緒にいた頃はなぜ人間の君が不死身なのかなんて、まさか聖女を殺して飲んだ泉の力だったとはね。てめえなぜあの女のことを知ってる。君が殺した聖女、エレインはオイラの妹だ。最後に懺悔の一言があるのなら聞いてあげるよ。ほんと似てねえわ。最近そういや素性かもしれない黒騎士を見かけたという話を聞いたのだ。もう二人ともどこ行っちゃったの？メリオダス様、なんか来たの？誰？はじめまして、聖騎士ギーラと申します。死んできました。今、死んできたって言った？つか、この姉ちゃん、やべえんじゃねえの？本気でやばい。ホーク、エリザベスを連れて、できるだけ遠くに逃げるんだ。ガッテン、乗れ、エリザベスちゃん！はい。どうか、お二人ともご無事で。それは無理でしょう。さて、やりますか。さあ、いつでもどうぞ。チェイン、エクスプロージョン、こっちだ。チェイン、エッジョン、ガラ空きです。油断しました。全然少しは楽しめそうです。なるほど。これさあ、二人とももっと頑張って、私を満足させてください。